皆さんこんばんは、アリホンと申します。さあ今回は6時から12時の間に、夜の午後の間にどの時間帯が強いのか、深夜帯ぐらい強いのかっていう検証をねやっているんですけれども、まあ、今日は9時の部ということで、まあね、6時と7時と、まあ、8時もまあもう動画出してると思うんで、よければそっちも見ていただけると嬉しいんですけれども、まあ9時の部やっていきたいと思います。まあ、あれですね、勝ちたいね。さあということで、俺のサブの中で一番勝率の悪いキャプテンファルコンです。なんか リスナーかな、これは。ベボを使うとはなんてやから。あちょっとベボを使うとはなんてやからや。やめて、うっ、俺ずらすから。さあ空母当てれない。いやもうさ、もう CF で、ベオ、俺無理。マジで無理。そもそもガノンも結構苦手なのにさ、無理でしょこんなの。おまだなんとかなった今のは。さあ、膝を当てていきたい。ああ。来るよね。さあ、OK。おい。ああ。なかなか行動がやばい。さっは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 。45か。さあ、来い。小やんか。あは横 B のさ、対処ができねえ、俺。空下降りってやつ、今の。あれ。すいません。マジで、収録中にこういうミスはしたくなかった。ちょっとね、迷ったんですよ、今の。本当にこれ、行っていいんかみたいな。ベオ、なんかあるよな、みたいなさ。そういうの思ってしまった。悲しいよな。うまいな、今の対応。うまいけど、貸させて。ああ。下なんや。基本、上かと思うけど。ああ。悲しいなあ。あ、シールド貼っちゃうの俺テンプレになってるこれ。さあラッキー。まあ残ってないとああいう事故もあると思う。さあ捕まわせてほしいんやけど。さあこっから俺のターンやね。俺のターン。あはは、そう食えれよ今の。俺のターンやね今から。さあ、横火打ってこい。横火来い。さあ、それを待っていた俺は。さあ、ダッシュして俺の CF、ダッシュしてマジで。ダッシュしやな。話にならん。あ、ふーん。ああ。さあ、OK。腰ポーン。怖いな。オッケー、よっしゃ勝てた。さあヨッシーにはいい思い出がないけど、シリーズでこの対面は見たから勝てる。これが理論ですよ。シリーズで見たから勝てるっていう。勝つよ俺は。ブラピー、ブラピ対ヨッシーはブラピ有利。それは一番言われてる。怖いなぁ、外。ティア。よし。あんまり飛ばんねえ。あ、空港強えな。あれだよね。やっぱダッシュ掴みが思ったよりね、長くないっていうのがちょっと難点かもしれん。強すぎでしょ、反転。反転ヨッシーやばいやろ。くらえ。いいね。ポン好きやな、俺。あ、やばい。空母当たって。違う。ああそう、マジでさ、車へ、マジでびっくりするんやけど。マジでびっくりするんやけど。あ、死んだ。
いやー、露骨な電ショッカーやったな。露骨な電ショッカーってなんかパワーワードやが。露骨な電ショッカー。さあ、ああ、くらってくれ。頼むから。くらってくれ。頼むから負けてくれ。俺のために負けてくれやん。捕ましてくれやん。ああ、ちょ。オッケー。判定。ああ、ちょ。なんで指出したん俺。助けて。奥義。おお。あれ飛びすぎじゃない。俺の奥義のはずが超飛ぶっていう。オッケー。101%、これはもうほかほかで俺の勝ちっすわ。あれ、コンボをつなげるやん男。あらさあ、引き続きブラピをね使っていきたいと思います。さあ、お相手はゴリラですが、まあブラピとゴリラの相性はまあ 80% でね入るかなーって感じ。それうまいな、それ変え、あー、ダウンだ。あーもうじゃ来たわ。もうさ。ブラピとか言うとったらダウンで殺されてんけど、どうしよう俺。やってられやんわ、マジで。オッケー。もう入るねー。うわ、捕まってくれてもいいんじゃない？おお、ご立派のタイミングがご立派で。わしが掴んだ。さあ、ゴリラを使ってね、やっていきたいと思います。さあ、DA してこい。オッケー。違う。そうじゃない。飛んでくれ、俺のゴリラよ。さあ。どっちかっていうと、マックは、下火でかと。とか言っとったら、マジでやばい。やばい。なんでそうなった？あ。バイバーイ。って言いたかった。なんであそこで、うまいコート抜けるかな？ちょっと意味わかんないわ。さあ、KO！ そんなもん粉砕してやる。オッケー。いいねー。KO！ ね。流行していくのはいいと思う。ほい。D やかんわ、これ。圧倒的に、フレームで負けてる。さあ、君は近寄れない。さあ、君は近寄れない。さあ、さあ、君は近寄れない。あ、入る。あ、入る。入る。ああ、お前が掴むの。ブワーよっしゃー。はい、ということで、くじの部、検証結果。とんでもない奴がおった。とんでもない奴がいました。ということは、9時からどんどんね、まあ、次回、まあ、10時を、まあ、これから1時間を取るんですけども、どんどん強くなっていくんじゃないかと思いますね。まあ、楽しみにお願いします。ということで、また明日も会いましょう。バイバイ。